青い紙袋を見た瞬間パンと分かる方もいらっしゃると思いますが、黒のパンツって一言言ってもえらいちゃいますよね。中古感出そうと思ったら一気に変な感じになってくるんですよね。はい、本日はですねこちら黒パンの5大比較やっていきたいなというふうに思います。ということでまずはですねこちらノースフェイスから最近購入したばっかりのカーゴパンツであったりだとか、次はですねノースフェイスといえば定番のパンツですよね、そうアルパインライトパンツがあったりだとか、あとそれ以外にもこちら購入してきました青い紙袋を見た瞬間パンと分かる方もいらっしゃると思いますが、まあ、僕の視聴者さんもしかしたらあんまり購入される方少ないかもしれないんですけども、よく見たら書いてますね、山本さんって書いてますけども、そうなんです、山本さんのパンツを買いました。こちらがですね山本さんのカタログなんかも入っておりまして、有名な俳優さんとかも出てるんですけど、このパンツねなんと先に言いますけど7万しました。非常に高いというかね、非常に高価なね、ここに書いてますね幼児山本と書いてますけども、幼児山本のパンツを購入させていただきました。でこれがどっちかというとモード系のパンツになってるかなと思うので、そういうパンツとの比較もねやっていこうかなと思っております。そしてそれ以外にはねピチピチのスキニーパンツであったりとか、頭黒のね定番のテーパードパンツとか、いう風にあったりするんですけど、こういった白 T 着てる時に黒のパンツって一言言ってもえらいちゃいますよねっていうところをね、皆さんで一緒に見ていこうかなと思います。それぞれ値段とか、まあ、シルエットとか、まあ、そういったところを見ていくんですけど、まずはですね履いてみたいなと思いますので、こちらノースフェイスのカーゴパンツから履いていきます。はい、とまあこんな感じです。いかがでしょうか。まあ、ちょっとねワイルドな感じっていうかね男っぽい感じですよね。こうポケットのね、ボタンがついてたりとか、ポケットも普通のパンツに比べると多いかな、 1,2,3,4,5 5箇所あるのかな。これがですねノースフェイスのファイヤーなんとかストレージパンツっていうパンツです。これまあ2023年かなんかに出たばっかりの、新作かなと思うんですけど、まあ、こういうカーゴパンツもね、まあ、ミリタリーとか最近履いてますし、こんなのいいかなと思います。でお値段がですね 19,800 円ということで、まあ、2万円ちょうど着るかなっていうような感じで、何年の素材が入ってます。で次がですねノースフェイスではそうアルパインライトパンツですね。このパンツを履いていきたいなと思います。シルエットガラッと変わります。はい、とこんな感じでね、次は逆に打って変わって足がこうスラーッと見える感じですよね。長い感じに見えるかもしれませんけども、そういう感じになっております。でね、さっきのカーゴパンツはねストレッチがなかったんだけど、やっぱこれはねストレッチ素材が入ってるからめちゃくちゃ楽なんですよね。だから見た目が細いから窮屈なんかなと思いきやね、そんなこともないよっていうのがね、もちろんアルパインライトパンツ皆さんご存知だと思いますが、こんな感じになってます。値段が確か1万5000円前後やったと思いますので、そういった価格帯ですね。で次がですね、皆さんから非常に評判があまりよろしくない、スキニーパンツを履きたいなと思います。はい、とまあいかがでしょうか。どう皆さん、キモい、気持ち悪いかもしれませんけどもね、僕ちょっと太もも太いんですよ。だから余計それでキモいかもしれないんですけども、やっぱね細いパンツいいって言ってもね、やっぱ適度な余裕はないと、ここまでパツパツやったらもうパッチみたいになってるからね。まあただ動きやすいですよ、これストレッチ入ってるから動きやすいんですけども、まあこれはね、どう考えても男子も受け悪いけど女子受けも相当悪いやろうけども、まあこれ僕が履くとちょっと悪いかもしれませんが、こんな感じになってます。値段はねこれね結構あんま楽天かなんかで安くてね3000円ぐらいで確か買えたと思うんですけど、まあこういったスキニーのねパンツがありますね。で次はモード系いきたいなと思います。モード系といえばそう山本さんですよ。山本さんちょっと履き替えたいなと思います。はい、と、こんな感じで山本さんいかがでしょうか。相当ワイドシルエットっていうかね、まあ、モード系ですよね。いかにも幼児山本っていう感じのねシルエットになってるかなと思います。まあそれぞれ同じ白 T 着ててもやっぱ全然ね雰囲気変わってくるんじゃうかなと思ってて、幼児山本のこのワイドのシルエットがお好きな方もいらっしゃると思うんですけど、これ確かねフリーかなんかサイズになってるのでウエストがね相当緩いんですよ。だからもう落ちるんですよ僕は。これがね落ちるんやけど紐で無理やりくくって、ギュッてやってるので、どれぐらいっていうとこれぐらいね余裕があります。だめちゃくちゃ余裕があるんですけども、もう一人入れんちゃうかなと思うけど、まあそれは言い過ぎですけどね、さすがにそういうもう一人は入らへんけども、まあ、結構ね余裕があります。拳ね5個分ぐらい余裕がある。でもそれをね締めて履くのがね本来のやり方らしいです。山本さんのね店員さんに聞いたんですよ、これってどうやって履くんですかって。ウエストギュッて締めてもらってね履くのが普通ですって。あ、そうなんですねって言って、こんな感じですね。でまた面白いのがね、これね学校の制服とかと同じような素材感なんですよ。あのウールのね素材感になってるので、なんか履き心地っていうか履いた覚えある素材感やなと。まあシルエットはこんなでかくないですよ、僕全然あのヤンキーでも何でもないからこんなんじゃなかったけど、素材感的にはねなんかこれ今まで感じたことあるなと思ったらね、そうなんですよ、これね学校の制服と同じ素材なんですよ。だからかと思ったけども、そういう感じで、これセットアップもありましたけど、さすがに僕は似合わへんからね上は買ってませんけども、これが7万いくらかちょっと忘れましたけども購入させていただきました。そしてですね、まあ、定番のパンツといえば、まあこれが一番多分スタンダードというか、あの形もね定
ーパード、だからワイドでゾーンとか細いスキニーとかじゃなくて、まあゆっくり裾に向けて絞っていってるような感じになってるので、まあ、これはね僕が作った究極の黒パンって、まあ自分のために作ってるからバッチリですけどね、サイズ感とかね。なんでお前それ似合ってんの、それは自分のために一から作ってるからそれは似合ってるんよってことなんですけども、こんな感じになってます。これがね、広島県の山陽線号さんという会社で作っていただいてる生地と、その近くで縫製工場さんがあるので、その縫製工場さんに作ってもらってるパンツですね、メイドインジャパンの。でこれが 24,200円ということで、この並びで入ると高いのか安いのかわからないという値段なんですけども、まあ値段的にはいい値段するんちゃうかなと思います。自分で作っといてあれですけどもね。じゃあ分かったと、今白シャツで合わせた時の雰囲気ってまあこんな感じだよなってイメージがついたけども、じゃあ次はシャツに合わせようと、こうシャツ羽織っていきますよね。その時にどういう雰囲気になるかというのをね、皆さんと一緒に見ていこうじゃないかということで、まずはですねシャツを何にしましょう。ではね、こんな夏らしいシャツを着た状態でやったらどのパンツが合っていくんかっていうのをね見ていきたいなと思います。まずは一番最初カーゴパンツからいきましょう。はい、とまあこんな感じになっております。いかがでしょうか。まあこれはこれで悪くないですよね。まあシャツちょっとゆったりめっていうか、ゆったりジャスト系のシャツ着て、でもまあパンツはワイドになってる、ちょっと男らしいね、あの祭りとか行く時やったらいいかもしれないですね。ちょっと祭りスタイルというか、ちょっとワイルド系な感じでね、いいんじゃないかなと思います。でね、このパンツがね、素材が変わっててね、モダクリグっていう素材が 75% のナイロンが 25% なんですよ。だからね、燃えにくいっていうのもそうなんやけど、それ以外にもね結構取り扱いもしやすくて、普通に洗濯機と、まあ、乾燥機ぶち込んでも全然問題ないんですけど、まあ、ただねこれのちょっと弱点があって、何かっていうとポケットに物入れれないんですよ。ポケットにね、普通ポケットあるやんと、全然物入れるやんと思うかもしれないけど、入れるとねめちゃくちゃ邪魔なんですよ。こんなにここパツパツなるっていうぐらいもう入ってる感半端ないんですよね。だからカバンは持った方がいい。これの時はもうボディバッグはマストで、もうこういうスタイルで行くのが前提ですけども、こんなにポケットあるのにポケット入れられんのかいっていう話なんやけどもね。これがカーゴパンツですね。で次がですねアルパイン。これやっぱりちょっと変ですよね。なんかアルパインって普通に白 T ぐらいだったら全然街中とか行けんねんけども、私服感出そうと思ったら一気に変な感じになってくるんですよね。なんかここパンツだけ浮いてるでって、あんたなんかパンツだけなんかスポーツになってるけど他はなんかちょっとちゃうでいう風になってね、言われたりすることがあったりするかもしれないんですけども、まあそんなことでね、とにかくちょっとアルパインはね私服ねやっぱ向いてない。だから白 T 1枚とか、あとスウェットとかやったら全然いいと思うんですけど、僕もね嫁に言われるんですよ、大阪市内行くときは頼むからアルパイン履かんといてと。これはもうほんまに部屋着みたいに見えてるから、近所のコンビニ行くぐらいだったら全然やけど、私服としては履かんといてって言われてるので、めちゃくちゃ便利なんやけどもね、あのこれめっちゃええんやけど私服感がねちょっと弱めやなっていうところで、まあ、ただ取り扱いもしやすいので、もう全然ね洗濯とかもできるんですけど、これは逆にさっきのパンツと比べると火の粉ダメなんですよ。だからタバコとか捨てるときに一瞬で穴開いたりするし、あとあの体育の先生あるあるやけども、体育館でヘッドスライディングしても穴開きますので、熱にめちゃくちゃ弱いからね気をつけてくださいということで、次がこれですね。これはいかん、これはねめちゃくちゃダメです。ちょっともっとダメにしてみましょうか一回ね。これ見てください、このわけわからん感じ、こんな感じで来てね、あ兄ちゃんって言って来られたりしたらもう僕嫌なんですけども、だいたいこういうパツパツにしてね、サングラスかけてね、ごっついスニーカー履いてね、このまま金のネックレスかしてたらもうとんでもないけども、ただ似合うんですよね僕ね、こういうのね。中身がこういうタイプの人じゃないのに外見だけ完全にパリピで生まれてきてるっていう弊害が出てるんですけども、まあこんな感じの、まあ、スキニーパンツはこういう風にしてね、履くのが正しいかどうかわからんけども、こんな感じで。次幼児山本行きましょう。幼児山本はちょっとこんなサングラス外しておかんと。これ幼児はねこれはこれでありなんですよ。でこういう時はね、あの最近流行りのねこういう透明のサングラス、こういうのをかけてねちょっと今っぽい感じにしてね、時計なんかもちょっとこういうのじゃなくておしゃれな感じに変えて、ただやっぱ髪型があかんな、これで髪の毛がロン毛とかやったらかっこいいんですけどね、こんなんもありかなと思いますけども。この幼児のパンツはねウール素材なんでやっぱ洗濯できないんですよね。だからクリーニングがもう前提っていう感じなんですけど、まあワンシーズン履いて、ワンシーズン履き終わったらクリーニング出すみたいな。でまあ黒やからそんな目立たへんし、あのあんまり洗ったりとかずっと履いたりするとほんまに学生服と一緒なんで、そのケツんとこテカテカなってくるとかね、よく学生時代あったでしょ、テカテカ座ってるからこうケツのとこテカテカなってきたりとか、あとこの太もものとこだけなんかテカテカなってきたりするっていうのはあると思うので、まあそれはちょっとどうしようもないかなと思うんですけど、まあこんな感じですね。で最後がこんな感じですね。それはこれが一番ね、それはいいに決まってるんやけども、まあこれやったら普通のまあ私服って感じで、まあ柄がねちょっとあれになってますけども、こういった5本のパンツをね比較をさせていただきました。でねよく近くで見てもらうとやっぱ全然違うんですよ。でまあパッて見てみましょう。こっち側からねカーゴパンツでしょ、でアルパインライトパンツでしょ、スキニーパン
ンツでしょ、で幼児山本のパンツね、で最後に僕の究極の黒パンね、まあ、それぞれ同じブラックって言ってもやっぱ質感とか生地感がだいぶ違うし、取り扱いの仕方もね違うんですけど、こういうカーゴパンツとかあの幼児山本みたいなパンツが履けるの人っていうのはどっちかっていうと骨の細い人っていうかな、そういう人が合いやすい、まあナチュラルって言ったりするんですけど、ナチュラルとかウェーブの体型の人は結構合いやすくて、ナチュラルの人はこれにオーバーサイズも似合うけど、僕はナチュラルじゃなくてウェーブやから、これ着るときは上はタイトめにしてこう A シルエットを作るとかね、こっちも同じくちょっとゆったりしてるから、ノースフェイスのこのカーゴパンツも下はゆったりしてるから上はちょっとタイトめにしたりしたらウェーブの人は似合うし、ナチュラルの人はもうどっちもオーバーサイズも全然いける人なんですけど似合ってくると。じゃあ逆にどういう人が似合うんかっていうと、結構体格のいい人、この辺がっつりしてる人とかはあんまりこういうワイド系のパンツとかっていうのは似合いづらい傾向にあるので、できたらこのノースフェイスのアルパインライトパンツとか、あと普通のパンツを履かれるのがいいんじゃないかなと思いますとか、あと意外と肩幅ごとい人はスキニーとかも結構似合ったりするんでね、僕はウェーブやから似合わんかったけども、似合う人は全然これ似合うんでね、こんな変なサングラスしてウェーイって言ってやらんでも普通にしてるだけでもしっくりきたりしますので、一言で黒パンって言ってもね、こんだけ種類があるとまだまだほんま種類あるけど、その中でも一応タイプ別で分けていてね、カーゴパンツ、スポーツモデル、スキニー、モード、定番っていうこの5つで分けてみたんでね、これからのパンツ選びにね、またいろいろ見てもらえたらなということで、本日はですね黒のパンツ5つを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。